紙で作られたドレスの展示会が村山市で開かれています。こちらのドレス、細かい模様まで作り込まれていて、普通のドレスと変わりなさそうですが、ほとんどが紙でできています。制作したのは、中学校で美術を教えている治部茜さんです。会場にはドレスや和服、それに子供や犬用など7点が展示されています。こちらのドレスは蝶があしらわれていて、裾には和紙が使われています。また、この和服には主に透かして複写するためのトレーシングペーパーが使用され、花や流水模様などの切り絵が施されています。絵本ですとか小説ですとか、そういった治部茜さんが幼い頃に接したものがモチーフになっていますので、皆さんもその幼い頃に心に残った、ときめいた、感動した、そういった小説ですとか絵本ですとか思い出しながら、ぜひ作品もご覧いただければと思います。この展示会は明日まで村山市の最上川美術館で開かれています。